皆さんこんにちは。千葉テレビでご覧の方はおそらくゴールデンウィーク前、そしてネット局でご覧の皆様はゴールデンウィーク真っ只中かなと思いますが、いよいよ暖かくなりまして完全にバイクシーズンとなりました。皆さんお出かけの際にはですね、我々二輪業界としましては胸部プロテクターなどのプロテクターの装備を推奨しておりますので、ご自身の体を守って長くバイク遊びを楽しんでいってください。そんなわけで今週の僕の相棒はこの方。はい、こんにちは、高橋ゆきです。よろしくお願いします。ゆきちゃん、よろしくお願いします、はい。今週はですね、さまざまなバイク遊びをまたちょっと体験してもらいたいなということで、なかなか着慣れない格好を今日してるんじゃないですか。どうですか、かっこいいでしょ。かっこいいですね、はい。今日はゆきちゃんに、まあ、オフロード前見たことはあるけども、はい、実際に自分でまだ乗ったことはないので、はい、まあ、どんなものなのか。ここまで一緒にツーリングロケ行ってる時はアスファルトの上を走ってるじゃない、うん、土の上とか石の上とか、はい、変わってくるとまたこの遊びって全然変わるんですよ。そんなところでオフロードデビューというところで楽しみですが、今日はですね、撮影がなんと4月6日何の日かご存知ですか。我らがレイさんのお誕生日なんです。おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日ケーキでお祝いです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ね、早くない？嘘でしょ、早くない？うま。誕生日プレゼントに大好物を贈呈しました。本題へ戻ります。今日はですね、本来はゆきちゃんのオフロードデビューという、はい、これ記念すべき日でですね、こんな状態で大変申し訳ないんですけども、今日はとてもスペシャルなゲストの方にいただ来ていただいておりますので、その方からいろいろとですね、学んでいこうかなと思います。ちょっとお見苦しい姿で申し訳ございませんが、はい、いちごは大変美味しかったです。今回のゲストは全日本トライアル選手権最高峰 IA スーパークラスチーム FWO with 山ルーブ野崎文隆選手です。そしてゆきちゃんオフロードデビューの地は茨城県桜川市にある真壁トライアルランドです。そんなわけで僕らのオフロードの先生、そしてこの週刊バイク TV の準レギュラーと言ってもいいでしょう、野崎選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。4月の25日に九州大会、はい、5月に関東大会ですか、はい、そうですね、4月から開幕レースの方は開幕するんですけど、若干コロナ等の影響で、スケジュールの変更はあったんですけど、今のところ全7戦は開催される予定で、昨年はですね、僕個人の感想ではあるんですけども、いいシーズンだったかなというふうに思うんですけど、そうですね、過去にないぐらいチャンピオン争いっていうものに絡めたというか、本当にね、最後の最後まで自分が首位を守りながら最後の最後で逆転されてしまうという展開だったので、まあでもね、そこまでに持ち込めるライダーっていうのは、まあ自分がね、見てきた中でもそう限られたやっぱりライダーしかいなかったので、まあ僕が昨年それで敗れてはしまったんですけど、まあ負けたことで学んだ部分っていうのもないわけではないので、そこを生かして今年はぜひとも、またチャンピオン争い、最終的にはチャンピオン獲得っていうのを目標でいきたいと思います。はい、2020年から21年の流れ、特にこの開幕4月っていうところがかなりなんかこういいテンションとかいい流れで挑めるんじゃないですか。そうですね、昨年の、まあ、悔しさとかそのレースの感覚も、まだね、引きずるっていうわけじゃないですけど、その悔しい気持ちを持って臨む形で、今のところ僕のテンションとしては、はいはい、もうやる気十分であります。多分ですね、開幕戦はですね、野崎選手今年からその装着するウェアがメーカー変わりまして、これのウェアの開発もされるので、はい、相当いろんなことを同時進行しなきゃいけない、またこれ忙しいシーズンなんじゃないかなと思うんですけど、いや本当、いろんなところから業界内業界外からご支援いただいて、で特に今年はね、このレーシングウェアの方が、純国産品のウェアに変わりまして、まあ本当にね、動きとかも重視して、作っていただけたので、この PR につながるように結果で示したいなと思います。はい、わかりました。まあ、番組を上げて応援していきましょう。はい、ありがとうございます。こんなにすごい方なんですけど、今日はオフロードデビューのゆきちゃんの、まあ、レッスン先生をやってくださるというところで、これとてもとてもこれ今日ね、贅沢な回なんですよ。そう、私紅葉見に行った時に山梨にセロに乗って、で現場まで行きながらみんながこのオフロード走っている中、指をくわえて見てたんです
私も知りたいんですけど、で結局野崎さんの後ろに乗せてもらったわけです、はい、でその結果後ろですごい声をずっと上げていただからっていうのがもうこの世界界隈で大きな騒ぎの、はい、有名な有名な有名な高橋事変が起きたそうですね。いやオフロードって走れるようになったら実際に普通の公道を走る時にも役に立つことってあるんですか？例えばなんですけど、アスファルトの上、乾いたアスファルトの上で前輪ブレーキをギュッとかけたとしても、うん、まずスリップして転倒ということで、あんまり速度が、よっぽど速くなければ、あんまり起こらない転倒なんですけど、もうこういうオフロードの上で前輪ブレーキをギュッとかけてしまうと急激に滑ってスリップ転倒っていうのが本当によく起こり得るパターンなので、ブレーキをかけるのにもすごく気を使うというか神経質にならなきゃいけないので、こういったオフロードの路面で神経質なブレーキングをしているとアスファルトの上でのブレーキングがすごく丁寧になったりとかっていうこともありますので、よく言う白バイの方なんかもオフロード訓練としてこのトライアルっていうものを訓練するので、それがね実際のオートバイの操縦技術に生きてくるものだっていうのも実証済みなので、まあねそこまで無茶をしろとは言わないませんのでぜひ、いろんなねオフロードの、基礎というものをまず、少し触っていただきたいなと思います。はい、じゃあ今日はまずは何はともあれ野崎先生のですねスーパーテクニックをデモンストレーションで、はい、見せてもらえるんですか。見させていただきたいかなと。いいな、先生いいですか？はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今ゆきちゃんをちらっと見た今ちょっとうわーすっげー、角度がおかしくないですか？でもなんか飛距離なんかさ、ダッシュせずに飛べるって、今どうやって方向転換したの？今何それ、バイクジャンプしてるよその場で。え、なんかジャンプできるタイヤなんですかね？もう違う、ジャンプできる人間。うわー、まあ、危ないよ。めちゃくちゃショートで1速から2速使って1、2なのか、もっと使ってんのかな、それすらも分かんないぐらい、まあ、意味が分からない。そこ登るの？あれ登るとこじゃないよ絶対。バイクに相当クッション性がないと壊れちゃいますよね。うわーうわすげー、また方向転換してる空中で。すげえ。いや超怖い。すげえ、意味が分かんない、意味が分かんない。すげえ。よし、じゃあ今日これとりあえずやります。今日これやる、やりますんで。いよいよレッスン開始です。オフロード初めてのゆきちゃんのデビューはいかに。今回は真壁トライアルランドに全日本トライアル選手権 IA スーパークラス野崎文隆選手をゲストへ迎え、オフロードのスキルアップを目指します。はじめはゆきちゃんからですが、車両のセッティングから教わります。今回挑戦するのは立ち姿勢でのライディング。ステップは固定されているのでハンドルを立った時に狭くならないように調整します。次にタイヤの空気圧、通常1キロ程度ですが路面をつかみやすくするため 0.5 キロに調整しました。立ち姿勢でのニーグリップの仕方なども学びました。でそのままハンドルに自然にスッと手を伸ばしましょう。自然にスッと、はい、はい、この時に、ハンドル、腕、胸、ここにですね、はい、軽く円ができるように肘を少し外に開くイメージ。そうそういう感じ。それがですね、いわゆるオフロードの、楽な形になりますので、だいたいねこれが疲れてきたりすると、うん、ひっちゃかめっちゃかな形になって腕がピンと伸びきってしまったり、ハンドルバーにものすごく追いかぶさってしまったり、はい、肘が落ちてしまったりするので、はい、ちょっと肘を上げて外に開くイメージ。そうそのイメージ、この形を作れるようにしましょう、はい、乗車姿勢を学び実際に走行を始めます。青いマークを大回りするコースで練習します。ゆきちゃんオフロードデビューです。よし、オッケーオッケー、うまいうまい、よしよ、はい、そんな感じ、はい、そこで少し右に膨らんで少しね、オッケーオッケー、お、ハンクラッチ使えてる、はい、じゃあ左に切って、はい、曲がるとき自分の曲がりたい方向を見てね、そうすると勝手にバイク曲がってきますんで、そう
そうそう。ちょっとね怖くなると下ばっか見ちゃうので、はい、なるだけ曲がる方向を見てくださいね。下ばっかり見ちゃう。はい、はい、そしたらじゃあ立ち上がりましょう。はい、スッと。はい、スッ。はい、頑張れ頑張れ。もうちょっと思い切りよく立ち上がろう。そう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 。オッケー。はい、じゃあそのまんま曲がりますからね。はい、はい、曲がる方向を見て。そう。うまいうまい。あ、できてるできてる。はいよー。はい、目線しっかり合わせて。はい、じゃあそこでまた曲がる方向を見て。はい、オッケー。いいよー。はい、曲がる方向を見て、曲がる方向。オッケーオッケー。いいよー。よしよしよし、バッチリバッチリ。初めてね、オフロード走ったにしては上出来に、はい、なんか2回目から立ち上がる前からか、クラッチがね、半クラッチ状態で走れてたので、はい、結構優秀です、それは。はい、でもね、これから段差を超えるとか、丸太を超えるとか、丸太を超える？先行きは長いですけど、とりあえず第一関門はクリアということで、はい、はい、よかったです。続いてはレイさんの番です。久しぶりのオフロードなので野崎選手が簡易的にセクションを作りました。下見で感覚をつかみいざ挑戦です。よっしゃ、いいよ。はい、最後まで行こう、最後まで。はい、5点。お手本を見ながらアドバイスをもらいます。先ほどレイさんがやったハンドルだけでこう曲がる、ここもハンドルだけで曲がる。ハンドルだけで車体の操作をしているので、ね、細かいカーブに対応しきれていないそうです。ハンドル操作と車体を傾けるポイントを教わります。左にハンドルを切ってオートバイを傾けてあげる。で、同じく左の時にはオートバイ内側、体は外、このやり方で行ってほしいなと思います。で、ここも同じくこういう形で、こういう形で、この時に内側に来る足とオートバイをくっつけてあげましょう。内側に来る足とオートバイをくっつけてあげる。で、外側に来る足はくっつけずに外に開いてあげるイメージでいると、割と、体が外に行くかなと思います。内側の足をオートバイにくっつけて、外側の足を開くと体が外へ、はい、そうですね、引く形になりますので、はい、そのやり方をちょっと利用して走ってみましょう。はい、よしよしよし、イメージバッチリです。よし、負けないぞ。じゃあ頑張ってください。はい、お願いします。はい、じゃあ準備できたら行きましょう。よし、はい、どうぞ。じゃあ頑張って、よしどう。はい、そう、はい、内側の足くっつけて、そう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 。あ、惜しい惜しい、我慢して我慢して、いいよー。あー、もったいないな。いや、最後まで行こう、最後まで。よし、はい、オッケー。はい、じゃあもう一回行きましょう。よし、レイさん、2回目の挑戦です。そうそうそう、うまい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 、よー、お、いける。あー、あと1個あと1個、最後最後、耐えろ耐えろ、おー、いった。あー、うまい。今ね、バイクもちゃんと傾いてたし、遅すぎずに、ちゃんとね、エンストもちゃんと防ぐように、クラッチもアクセルも操作できてたので。一回手術してきていいですか？すごい、もう腕パンパンなんですけど。クラッチとかアクセルもどこまでね、離せばつながるとか、どこまで吹かせばどんだけ走るかっていう把握ができてない状態で、まあ、ここがねクリアできれば、なかなか今のトライ回数の中でできるようになってるので、はい、あ、違うわ、僕の教え方がいいんだ。あ、だから生徒じゃなかった、先生。バッチリでしたね。はい、先生バッチリだった。バッチリでした。いや、ほんとほんと上手にいけました。はい、ありがとうございました。この調子でこういうね、フラットな路面でもこうやって目標物を置いて練習すると、知らない間にね、なんだ、平地でも練習できるじゃんっていうのがあると思いますので、こうしてね、トライアルの練習とか
このオフ遊びっていうのができますので、ぜひね、こういう形を覚えておいて練習していただけるといいなと思います。はい、先生ありがとうございました。はい、バッチリ。葉月美優のホンダドリームに聞いてみよう。今回は千葉市国道51号沿いにありますホンダドリーム千葉中央からお送りします。お話はホンダドリーム千葉中央のくまちゃんのぬいぐるみのような大菅さんです。大菅さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。早速レベル1100乗ってきちゃいました。はい、どうでした？びっくりしたのが、もう起こした時に1100ってぐらい軽くて、はい、私でもスッて起こせちゃってし、足つきが本当に良くて、はい、やっぱ乗りやすいですよね、すごく。そうですね、このサイズにしてはエンジン値も結構低めに設定されてますので、はい、重心自体が結構低いんですよ、うん、なので起こした時の軽さというのも、かなり感じられると思いますし、あとはやっぱりシートコーンもレブル250シリーズに比べて1センチしか高くなってないんですよ。あ、そうなんですね、はい、なので足つき自体も250シリーズなんかだとほとんど一緒ですし、膝曲がって乗れるので安心してお乗りいただけるかなと思います。あと走った感じも結構やっぱり軽いからって思ってたけど、ちゃんと馬力もあるし、ね、スピードも出ますし、これでツーリング行きたいなっていう人の気持ちがすっごく分かりました。はい、あと走ってみて、走ってる途中にこうスタンダードからスポーツに変えてみたんですよ、スポーツモードに、はい、やっぱこう変えた瞬間にこうパワーが違うっていうのがすごい分かりますね、体感できますよね。そうですね、特にレインモードとスポーツモードなんかの切り替えしていただけると、だいぶその差が大きく感じ取れると思います。また純正の方でですね、オプション部品も多数ご用意してありますので。例えばどんな感じですか？結構ご注文いただいている方で多いのが、やっぱりフロントのスクリーンですね。やっぱどうしても高速道路乗られる方だと風圧があるので、はい、やっぱり、スクリーンつける方多いですね。そうなんですね、はい、他にも何かつけられるものあるんですか？あとはやっぱりアメリカンモデルなので、はい、サイドバックつける方多いですね。まあ、確かにバック欲しいですよね。はい、あとはデザインをやっぱり重視される方多いので、うん、シートの表皮を変えられたり。へえ。でもなんか十分このまんまでもいい感じはしますけどね。そうですね、まあ、デザインでこう変えたりもできるよってことですね。はい、いろいろ。ちなみに大菅さんはこのバイクはどんなユーザーに乗ってもらいたいですか？はい、そうですね、非常に乗りやすいのでビギナーの方ですとか、 あとはぜひ大型免許を挑戦される女性の方には乗っていただきたいと思います。はい、で今これ DCT だけど5月にマニュアルも出るんですよね？そうですね、5月にマニュアルのモデルが発売されますので、今まで通りクラッチ付きのもの乗りたいんだという方はそちらの方も選ぶことができますので、それは楽しみですね。そうですね、ぜひお楽しみにいただいて、はい、また乗れる機会がありましたらぜひ乗りに来てください。はい、乗りに行きます。はい、それではありがとうございました。はい、ありがとうございます。ここでホンダドリーム千葉中央からお知らせです。これから免許を取得される方に朗報です。ただいまホンダドリームでは免許取得応援キャンペーンを実施しております。期間中にエントリーして 126cc 以上の新車をご購入のお客様に最大5万円のキャッシュバックのチャンス。詳しくは店頭スタッフまでお問い合わせください。さらにホンダGOバイクレンタルでは新規会員登録の方にバイクレンタルで使える 20% オフのクーポンをプレゼント中。ぜひこの機会にホンダGOバイクレンタルをお試しください。皆様のご利用お待ちしております。というわけで我々2人野崎選手のレッスンを受けました。もう腕パンパンで、もうちょっと今日帰ってモンハンできないんじゃないかなって状態にもちょっとなっちゃってて、これ後遺症残るやつですね。これ普段自分の練習だったら1日バイク乗って、ああ張ってるなっていう感じのはずなんですけど、ちょっと乗っただけでもう体中バキバキですね。
いかに無駄な力が入ってるってことですよね。まあ普段からね、こういう立って乗るということも、しないでいると思うんですよ。そうするとね、もう立ち上がっただけで腕とかに力が入ってしまうと思うんですけど、やっぱりね、オフロード操作をするにあたっては立ち上がって乗った方が体の動ける範囲が、前後それから左右、はい、無限大に広がりますので、高橋さんなんかもね、特に座って乗った方が最初は恐怖心がなくて、立ち上がるとまだ恐怖心っていうのがあったと思うんですけど、うんうん、やっぱりね、その上を目指してどんどん行ってもらいたいので、そのためには立ち上がって乗るっていうことがすごく重要性がありますので、だんだんと慣れていっていただければなと思います、うん、さっき教えていただいたタイトな、例えば左こうなればハンドルは切りたい、はい、でバイクもさえ寝かせ、はい、そうすると外側の足が開いてこうなっていく、ね、はい、だから本当はもっと下半身疲れたかったんですけど、はい、下半身疲れゼロなんですね今完全に物になってなくてですね、これ何度もちゃんとやらないとダメですね。そうですね、これ1回2回じゃやっぱ覚えないとは思うので、うんうんうん、まあこういうね、でもやり方だけ今日はちょっと、はい、身にはついたと思うので、はい、実践してどんどんいろんな場所で使っていただきたいなと思います。そうですね、はい、で今日僕が乗らせていただいたのはアンフィニスポーツさんで作っているこの野崎文隆スペシャルのセローなんですけども、はい、YSPKO さんリニューアルされてるんですよね。そうですね、先月、はい、リニューアルオープンして、僕ももうすでに、20年以上の、YSPKO さんとはお付き合いになるんですけど、先日リニューアルしたお店にも行ったんですけど、はい、あれこんな広かったっけかなと思うぐらい、はい、非常に広い空間で、はい、しかもオートバイのみだけじゃなくて、アパレルなんかもね、豊富に取り扱ってますので、ぜひとも皆様、お立ち寄りいただければと思います、はいはい。でゆきちゃんも行ったことがあって、その時に足つき研究所、はいはい、自分の体にバイクを合わせてもらってるんですよね。そうです、そうです。で今日僕がこの乗ってる、野崎スペシャルなんですけど、はい、これも、タイヤしかり、ハンドルしかり、ステップしかり、いろんなものが完全に扱いやすくなっていて、でさっきのすごいタイトなところも、はい、多分これじゃなかったら僕できてないですね。そうですね、まずね、ポジション的に立って乗った時に楽な姿勢が取れるように、この野崎文隆スペシャルっていうのは作って販売していただいたので、はい、そこが大きな違いで、やっぱ座って乗るよりも積極的に立ち上がってオフロードの中を攻めていただきたいなというコンセプトです。まあ、そんなこと2人でオフロードをこんなすごい方から教わるっていう、はい、ちょっと僕根に持ってるんですけど厳しかったのでなんですけど、普段じゃ自分じゃやっぱりおっしゃった通りで、そのトライアル、挑戦する、自分じゃ1人じゃ絶対やってみないこと、いやもう無理だろうと思ってることを今日はやらせていただく、本当に素敵な機会をいただきました。ありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。最後は野崎選手に締めてもらいましょう。初オフロードなんですけど、高橋さんはまずオフロードの路面で立ち上がってターンすることに成功、それから、はい、レイさんは、セクション、実際のセクションを走ってみてそれもクリアするという、僕としては、できないでいた方が次がっていうあれがあったんですけど、いやすごく楽しかったです。一緒に乗らせていただいて、またね、次につながるように、どんどんと訓練を進めて、皆さんに楽しいオフロードライフを宣伝いただければと思います。ということでありがとうございました。はい、来週もお会いしましょう。さよなら。月間プレゼントはバイクによる社会貢献活動を行う一般社団法人ピースメーカーと千葉県大多喜町カフェクラブビッグワンがコラボレーションしたノーバイクノーライフロングスリーブ T シャツを2名様に。さらに国内外の自動車メーカー指定用品として採用される信頼のカーケア用品メーカーであるシュアラスターよりゼロフィニッシュ、ゼロバリア、ループパワーショットをオリジナルバッグ付きスペシャルセットにて3名様にプレゼント。ご応募お待ちしています。